まあ、金丸つゆ店の下です。今日ですね、私はこちらのですね、同友会の、理念理解が未来を作る、事業継承で気づいた大切なことということでですね、報告者のですね、山木大輔さん、株式会社つくば食品、代表取締役で茨城県中小企業家同友会の南西支部の会員でもあられます。まあ、山木さんですね、報告ということだったんですけども、まあ、お題がですね、まあ事業継承ですね、まあ、今してでも代表取締役になったんですけども、こちらについてですね、お話しくださいましたね。山木さんはですね、1977年11月生まれ、茨城県古河市在住で、小中高と地元卒業後、隣町の企業に勤めまして、父親が1995年に調味料製造会社を製造しまして、2000年同社へ入社しました。その後、取引先へですね、出向などを経て、2010年より事業継承の準備を期間に入りまして、現在2015年の4月、代表取締役の方に就任されているということで、まあ、社長様ということでですね、報告をしていただいたんですけども、まあ、調味料とかね、そういった、ものなんかをね、扱っている企業さんの報告だったんですけども、まあ、僕自身も事業継承している段階なので、すごく興味があって、すごく今日は、参加する前から楽しみだったんですけども、まあ、3つですね、やっぱ今回の、報告を聞いて、ためになったなと思ったのがですね、まあ、まず山木さんの場合は5年後に、代表になると、代表取締役になるということを、まあ、社員、そして、取引先にもですね、事前に話していたということが、なんか、良かったというお話をしてましたけども、僕自身は、まあ、こちらの方の、金丸つゆ店の方にですね、帰ってきて店長として今年3年目になるんですけど、まあ、ようやくある程度、こう、店長としてやる仕事とかっていうのも分かってきて、で、まあ、いろいろですね、自分の方の事業と、金魚すくいであるとか、自治体会とか、そういうのもこう、いろいろできてきたという中で、まあ、もう少しこう、事業継承としてですね、経理のことですとか、そういうのとかにもですね、そろそろ、本腰を入れてですね、進む時期が来たのかなという感じがしてた時にですね、まあ、今日の、まあ、山木さんのですね、その5年後をですね、目指して、準備をしていくということでですね、なんで5年後なのかというお話をですね、まあ質問という形で出させていただいたんですけど、まあ、まあ今、会長というか、お父様の方から、まあ、2年くらい経った時に認められて、それで、まあ自分の、まあ、セールスという形で、新たなね、新規顧客なんかをですね、セールスによって、開拓していって、その評価が、現在の会長、父親にもですね、評価を得て、あとはやっぱり会社のスタッフさんにもですね、非常にやっぱり、評価していただいて、で、まあ、そういった形でもう5年後には、告げるような状況に、するというふうなのをですね、自分の口からじゃなくてね、父親、会長の方から、もらったというのが、事業継承するきっかけになってた。あとは、まあ、30代の、頃に、やっぱり、父親が、元気なうちに事業継承をしたかったという思いも、山木さんの方ではあったみたいですね。なので、やっぱこの具体的にですね、年数を決めるというのと、あとはやっぱりその、認めてもらう、会長、私で言うと、社長にですね、石田直也、そろそろ
親の方から見てもね、うん、任せられるなというふうに思ってもらえるような、まあ、行動、そして、まあ、実績っていうのが大事なのかなと、山木さんの報告を聞いてですね、思いましたね。あとは、まあ、その、うん、まあ、なんていうんですかね、あとは、あの、社員さんとの、こう、まあ、接し方ということで、すごい勉強になったなっていうのは、まあ、共感と、まあ、同意ということをおっしゃってましたね。うん。まあ、できれば一番共感がいいということだったんですけどね。うん。まあ、最悪同意を求めるだけでも、いいのかな。なんかプレゼンをしてみて、まあ、スタッフさんの立場をですね、思った中で、できれば共感をね、得たいんだけれども、ちょっとこう、スタッフさん側に寄り添って、で、まあ、共感を得られる感じが一番いいんですけど、同意を求めるだけでも、やっぱりこう、変わっていくと。あとはですね、やっぱりその、山木さん自身が、まあ、プレイヤーとして、どんどんやっぱり、お客さんの、まあ、受注とかを取っていったということで認められたわけなんですけど、まあ、それをこう、いい意味でですね、うん、スタッフが、成長するためには任せるということも大事だというふうにおっしゃってましたね。自分がね、やった方がやっぱり、売上とかね、上がったりとかっていうのはもう分かってるんですけども、まあ、自分が例えば病気になってしまったりとか、あとはなんかの違う風な、事業をするときに、やっぱり、部長であるとか、その幹部の方々の教育にもですね、まあ、同友会の、じゃあの、幹部セミナーですかね、というのを使って、学んでもらって、それで刺激を受けて、自分の自社に戻ったときに、自分の、他社のね、研修さんなんかもいますからね、そちらの方の影響を受けて、自分はどうしたらいいのかっていうのが分かって、その中で、成長していくということですよね。レベルがアップすることによって、自分が関わらなくても自分のやりがいというのを見つけて、売り上げがやっぱり伸びていくということを今、注力しているというふうな話をしてましたね。なんかすごく、ただやっぱりその、あともう、三つ目はですね、レクリエーションを、まあ、餅つきであるとか、あとはまあ、映像なんかはね、流れてましたけど、スタッフさんとかでね、旅行に行くと。やっぱりギスギスした状況っていうのがやっぱりあったみたいなんですね。その時やっぱりこう、売り上げが下がっちゃったりとか、新入社員が辞めちゃったりとか、お前のせいだという形のね、幹部同士のね、いざこざもあったということなんですけども、何よりそういった、話し合いという場を、やっぱり、積極的に持って、そうですね、そういうのをこう、やっていくと、やっぱり、その場は良くなくても、継続的にやることによって、やっぱりこう、まあ、仲間意識というか、どういうふうにね、やっていけばいいかっていうのを分かり合えたって言ってましたね。スキューバダイビングとかね、幹部の皆さんでこう一緒に行ったね、いい思い出だったというお話がありましたけどね。まあ一緒の、まあ、苦楽を共にするということで、やっぱ団結力が高まって、その思いでですね、この会社のためにというふうな思いが生まれて、新たな事業であるとか、新たな、こと、そして、数字を上げていく。どういうふうに上げていったらいいか。あとは、その、数字のことなんかもね、山木さん言ってましたね。できるだけ、わかりやすい言葉で、スタッフさんに伝える。伝わらないと、結果的に動かない、動けないっておっしゃってましたね。それをできるだけ数字を、まあ、社員さんに見せてですね。今これぐらいの、売り上げですと。で、去年から比べるとこのぐらい落ちてるんで、頑張っていきましょうと。で、そのためにはどういうふうにしていったらいいというようなね、宿題なんかもね、積極的に、スタッフさんにですね、出していく。そのフィードバックをですね、やり取りをしていく中で、課題が見つかったりとかですね、それを超えることによって、自分自身、そしてスタッフさんの教育にもなっているというお話がありましたね。
やっぱり事業継承ということで、すごく僕の中で今、ホットな内容だったんで、すごく、充実した例会だったなと思いました。山木さん、本当にいろいろなことをですね、教えていただきまして、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。